尾木誠君、えー、立憲民主社民の尾木誠でございます、えー、法案の質問に入ります前にまあ先週の本委員会で集中的に議論がされましたいわゆる国交省 OB の皆さんの人事介入問題について一言だけ一点だけお尋ねをさせていただきたいというふうに思います先週の質問そして答弁を聞きをして率直に思ったのは やっぱり大臣、それから政府参考人の方の答弁、うん、そしてまあ問題の受け止め、あるいは疑念や疑惑に対して、そのことを明らかにしようとする、さらにはまあ信頼回復に向けたというふうに言ってもいいかもしれません、えー、それらの省としての姿勢や構えなど、やっぱりまだまだ不十分だなというふうに思いましたし、残念だなというふうに率直に感じました。 大臣も途中の答弁の中では、ちょっとこれ苦しいな、厳しいなというような答弁があったというふうに、ご自分でもお感じになったところあったんだな、あったんではないかというふうに思うんです。で、あの、実は私、あのこう見えても、福岡県庁で働いておりました行政職員でございまして、<laughs> えー、行政職員が自分の所掌事務以外のことを、勤務時間内にボランティアで行うというのは、 これは本来ないです。ありえないと思いますし、できないと思います。職務宣伝義務という観点から言っても、それはなしてはいけないというふうになっているはず、でしかし、今回の答弁の中では、あるいはこの間の答弁の中では、やっぱりそこはずっと踏襲をされる、しかもその文章については、実質的に長きにわたって引き継がれていたということも、ご答弁になっていらっしゃるにもかかわらず、 業務である、そして行政文書である、このことについてはかた、まあ、くなにお認めにならない、省として組織的な関与というところにつながってはならないという思いがあって、この業務であることや行政文書であることは、絶対に認めない、そのように今、ご判断をいただいている、なさってるんではないかと、どんなに無理筋であっても、そのことを押し通していきながら、組織的関与だけは認めてはならない、認めない。 ここを守りきれなければ、これまで退職された方について迷惑が及ぶ、あるいはこれから退職をする自分たちの天下りにも影響する、そんなこと考えてるんじゃないか、国民の皆さん、そう思ってると思います。そのことをぜひ改めていただきたい、そして事実の解明にやっぱり近づいている、あ真実を明らかにする姿勢や構えというものを、国民の皆さんが感じられるような、 そのような答弁ややり取り、あるいは今後の対応というものをぜひお願いをしたいというふうに思うんです。そこで1点です。線引きについて、この線引きについては、この間の答弁の中で、移動前後における業務の円滑化のために、ボランティアとして作成をされている、さらに、再就職の検討に一般に必要と考えられる生年月日や経歴等の重要な情報は記載されていない、作成者は斡旋目的に作成していない。 ここのことが繰り返し答弁をされていますただ、先ほどもお話し,しましたように、線引きはまあ長年にわたって作成をされてきた、長年にわたって作成されてきた線引きのずーっと持ってる人は、例えば、鬼木誠まことがどのような形で移動していったかというのは分かるわけですよね。 さらには、入庁年月日であるとか生年月日というのは、別なところからも入手可能な情報ではないかというふうに思っています。また、質問の中では、圧戦が目的ではなかったとしても、圧戦に利用される可能性はあるじゃないかと、そのような指摘もなされている。やっぱりこの間の答弁、僕は厳しいし、苦しいと思うんです。そこで、この線引きについて、まあ、今後の対応として外部への送付および発令前の送付を禁止するとか。 退職者が分かる情報は載せないとかいうことの指示をなさったということでございますけれども、まあ、業務でもない、ボランティアが作成したものだというなら、もう今後一切作らないということを、省としてお決めになったらどうだろうか、作らないし作らせない、そのようなことをぜひお決めになっていただきたいと思うんです、移動前後の業務の円滑化ということについて言えば、ここ線引きなくても僕はできると思います。 したがって、えー、いろんな工夫を検討いただくことで、えー、この圧戦に利用されうるかもしれない、あるいは国民の皆さんに疑念を持たれている、えー、この資料については、今後一切、省としては作らないということを、ぜひ、えー、ご決定をいただけないか、ボランティアで作成担当していた職員も助かると思います。 そして、えー、線引きの在り方について調査を,改革調査をして、改革をしていく、この作業も必要なくなります、この点について、えー、作らない、作らさない、この点について、大臣のご所見いただきたいと思います斉藤国土交通大臣。はい、あの今回の事案に関しましてあの、国土交通省として国民の信頼を揺るがすような事態になったということにつきましては、深く反省をしておりますし、えー、尾木先生のご指摘、また前回の。 この委員会における御指摘を踏まえ今信頼回復に向けてあの全力で、えー、取り組んでおりますまたそれをスタートさせたところでございます、えー、その上であの線引きについてのお尾木委員の御指摘でございますが、まあ、今回のいわゆる線引きの送付は圧戦規制違反の要件である営利企業等の地位につかせることを目的とした情報提供ではないため 再就職等規制違反にも当たらないと認識しております、まあ、この点につきましては、裁判官経験を有する弁護士に確認し、同様の見解を得ているところでございます。まあ、一方で、現役職員の移動情報が本人への通知後ではあるものの、公表前に外部のものに共有されていたことは遺憾であり、国民の目から見ても疑惑を招きかねず、 国土交通大臣として大変重く,重く受け止めております、まあ、移動情報の管理を徹底するため線引きについては外部への送付及び発令前の送付は一切禁止するとともに退職者がわかる情報は載せないこととするなど是正を指示したところでございますまた情報管理の観点から省全体において外部アドレスの存在をチェックさせ 宛先が不明であったり、不適切なものは即座に削除をさせることといたしましたあの、今申し上げたことにつきましては、速やかに実行してまいりたいと、このように考えております鬼木誠君。その答弁はね、先週も聞いたんです。作,る作らないということについて、どうお考えかというのをお聞きをしたつもりです。もううは作作ららせない作らないといいいととここで一旦この課題について整理をする いうことについてのお考えをお聞きをしたい。もう一度答弁をお願いします。斉藤国土交通大臣。委員長。あの線引きにつきましては、あの移動の円滑化、あ業務の円滑化を目的にあの作られているものと、まあこのように思っておりました。線引きそのものがあの非常に問題であるとは私あの。 ままた規制違反等のの法律に触れるるものであるとは思っておりませんあの、まあ、そういう意味で、今後、のどのように移動円滑化させるかということについては、今後、検討させていた,だきいただきたいと思いますけれども、あのこの線引きそのものをもうあの、えー、なくすということを今、ちょここで私が言うということは、あのまあ、政府全体にも関わることでもございますし、 ええ、控えさせていただきたいと思います。大臣、線引きは続けて。ボランティアから業務にするということでしょうか。大臣。委員長斉藤国土交通大臣、委員長から一言確認させてください。委員長。斉藤国土交通大臣。あの、線引きのやり方について、きちんとこれから。ああ、まあ、どういう形で。えー、移動時の。 引き継ぎ等についての円滑化を行うか、検討させていただきたいと思います鬼木誠君、はいあの。ここでもう時間あんまり使いたくないんですね。で線引きについて、即断できない、作らない、あるいは作らせないということを即断できない、ここがやっぱり不信を含まれているというふうに私は思うんです。簡単にに断ででききるはずなななんですこれだけ大きな課題題や問題になって 線引きという文章そのものに対する国民の皆さんの不信が募っている、そしてそのことが天下り斡旋に利用、活用されたのではないかということまで疑惑や疑念が広がっている、だったら国交省として、しっかりこの線引きという文章について、そのような疑念を払拭をするためにも、今後一切作りませんと、業務の円滑、移動の前後の業務の円滑化に向けては、さまざまな工夫ができます、そのことによって、職員の皆さんにご苦労いただくかもしれないけれども。 その疑惑疑念を抱く文書については、今後一切作らないということをまず宣言してこそ、まず、かとしてこそ、疑惑に対する、あるいは信頼回復に対する国交省の姿勢というものが、国民の皆さんに明らかになるというふうに私は思います。改めて、そのことをしっかり、お受け止めをいただきたいというふうに思いますし、先ほど委員長からもありましたけれども、業務の円滑化に必要なものなら、行政文書として、業務として今後、その内容、あるいは取り扱いについて定める。 そのようなことも含めて、ですねご判断いただければというふうに思いますし、行政文書であれば、当然、私どもにもこう情報提供はいただけるというふうに思いますし、迂闊に、あるいは安易に外に出すこともないだろうというふうに思っています。いずれにしても、今日段階での回答、僕は不十分だということを改めてお伝えをしておきたいというふうに思います。それででは法案の質問に入らさせていただきます5月15月日本会議でも お登壇をさせていただいて、えー、ご質問をさせていただきました、で当日、大臣答弁からご答弁いただいたところでございますけれどもお、なお不明な点、あるいはより詳しくご答弁いただきたいと思う点を中心に、 いくつかお尋ねをさせていただきたいと思います。えー、本会議での質問と重複をする中身、あるかもしれませんけれども、ご容赦をいただきたいというふうに思います。えー、まずは2014年の法改正時の政府答弁、そして実態とのまあ乖離といいますかね、そこといいますかね、違いといいますかね、についてでございます。14年の国会審議で、えー、まあ期間延長して確保した財源は、更新事業のみに充てるというような答弁があった。 ただ、実際には追加的な料金負担分を活用して、更新事業以外の新規建設等の追加事業が実施されているということについて質問をさせていただきました。本会議では、地方自治体の提案を踏まえ、有識者委員会で議論をいただき、ネットワークの強化などを推進をした。また 有識者委員会の議論や、追加事業を含む事業の許可内容については公表していると、そのような答弁がなされていたところでございます。ただ、私自身はやっぱり、これはなんとなく不誠実だというふうに思うんです。法案審議の際には、料金負担分で生じる財源の使途というものを、ある程度こう更新というようなことで必要だというふうに言っていた、期間延長を図る上の前提がそれだというような説明があっていた。 国民の皆さんも、あそのためなら仕方がないねというふうにご判断なさった方もいらっしゃる、ただ、法案が通ってしまうと、いや、実際には使い方、こんなことにも使いましたよというようなことになっていくということになれば、あ自治体からの提案があった、有識者会議の議論があったというふうには思いますけれども、国会答弁と離れた実態になっていくことについて、国民の皆さんにしっかりした説明がなされたのか。 いうことについてはまだまだやはり疑問があるというふうに思います、えー、免罪符にはならないいわゆる国会答弁と乖離が生じるそこが生じることの免罪符に有識者会議の議論や自治体からの提案はならないというふうに思いますし国会審議や国会での答弁を過論じているという批判が起こるのではないかということも思っていますその点について、えー、本会議の中ではあ十分な言及がなかったと いうふうに考えているところでございまして、このデモを含めまして、改めて新規建設を行ったいわゆる更新事業以外のことに、この費用を使ったということに対するご見解、えー、お尋ねをしたいと思います。斉藤国土交通大臣あの本会議の答弁では少しあの したたらすと言いましょうか、あの本会議の答弁ってこう短くしなきゃいけないということもございましてあの、説明不足のところがあったと思いますので、ちょっとあの今回、きちっとご,ご答弁させていただきたいと思いますあの。前回の法改正におきましては、債務を確実に返済するという方針を堅持しつつ、その時点で明らかとなった更新事業を確実に実施するため、料金徴収期限を15年間延長したところでございます。その際 新設・改築にかかる債務については、民営化の趣旨を踏まえて、引き続き2050年、令和32年までに返済する方針は堅持すること、また、2050年、令和32年以降の料金収入は新規建設事業に充てることなく、更新事業のみに充てるとの趣旨の答弁があったと認識しております。今おっしゃるとおりでございます。その後阪神高速において2017年 平成29年の近畿圏の新たな高速道路料金の導入時に、地方自治体から、追加的な料金負担分などについては、ネットワーク整備に充当すべきとの意見をいただきました。また、2016年、平成28年の熊本地震をはじめとした災害の頻発化、激甚化を踏まえた高速道路の機能強化を求める社会的要請の高まりから、ネクスコにおいて、 令和2年に地方自治体から、2050年、令和32年以降の料金収入の一部を、ネットワーク強化に活用すべきとの意見をいただいたところでございます。まあ、これらの地方自治体の意見を踏まえて、国土幹線道路部会でご議論いただいた結果、受益のある世代間の負担の公平性などの観点から、2050年、令和32年以降の料金収入について、 更新事事業業をを優先した上でその一部を追加事業に重当することといたたししましたこのようなことから、2050年、令和32年以降の料金収入を、更新事業のみに充当するという方針につきましては、新たな料金の導入や、災害の頻発化、激甚化による社会的要請の高まりを踏まえ、 変更しししたたものででございままてて適切な対応であったと認識しております一方、債務の確実な返済や、更新事業の確実な実施という方針については、今般の改正法案においても引き継がれていると認識しており、あの矛盾しているものではないと、このように理解しております鬼木誠君。 適切な対応かどうかを判断するのは、僕はやっぱり国民の皆さんだと思います。14年当時の国会審議での議論状況を踏まえて、おっしゃっていただいたような、新たな需要であるとか、新たな要請というものを勘案をして、えー、判断をなさるということについて、先ほども言いました。 国民の皆さんに十分な事前の説明があった上で、その対応が適切かどうかというようなことを、審議議、論する場面を持つことができなかったというのは事実だと思うんです。そこに対して、やっぱり不信がある、あるいは疑念があるというようなことについては、ぜひお受け止めをいただきたいというふうに思っています。でその上で、今回の法改正について、期間延長の目的については、更新進化とされていて、新規建設、ここもあんまりまれ含まれてないですよね、えー。その認識でいいのかどうか。 衆議院の国土交通委員会においても、これ、質疑がなされていますけれども、なんとなく明快な答弁になっていないように思います。新規建設については、今回の期間延長に伴って、行う、あるいは行わないということについて、分かりやすくご説明いただければと思います。庭道路局長 お答え申し上げます2014年の高速道路の料金徴収期間が15年延長されたときのところでございますが、その後の点検強化などによりまして、重大損傷の発見が相次いだため、更新事業を行うことは基金の課題でございます。また、国土強靭化などの社会的要請を踏まえまして、交通事故が集中する区間、 また災害時の通行デメリスクが高い区間の4車線化、また耐震補強などの高速道路の機能向上を実現するための進化事業を行うことも必要でございます。このため、今般の改正法案につきましては、更新事業の財源を優先して確保した上で、必要性の高い進化事業を順次実施できるよう、料金徴収期間を延長することとしたものでございます。 ご指摘のネットワーク整備につきましては、渋滞緩和、災害時の人流物流の確保など、高速道路,高速道路の機能向上を実現することを目的としているため、進化事業に概念としては含まれうるものと認識しております。なお、ネットワークのこの新規整備に当たりましては、個別の事業箇所ごとに、地元の 自治体の費用負担の意思、また客観的な事業評価などで判断されるものでございまして、その手続きの中で、必要性や財源などが検討されることとなります小西誠君。テッドワークについては、いわゆる進化事業の中に含まれる、一般的に新規建設と。 いうふうに見えるものであっても、それはネットワークをネットワーク推進に関わる進化事業なんだというようなことでのご答弁なんですかね。もう一度お願いします。宇野大臣官房失礼しました。庭道路局長。はい、お答え申し上げます。あのネットワーク整備については、概念としてはこの進化事業に含まれる概念だというふうに思っております。鬼木誠君。ここのそこですよね。 新規建設という、いわゆるネットワーク整備ということについて、新規建設ではないのかと、あるいは新規、ネットワーク事業整備というのは、進化事業なんだと、ここでやっぱり少し、あの僕は受け止めのすれ違いが出てきているように思いますし、国民の皆さんには分かりやすいというふうに思いますので、こ、えーまあ、言葉の問題ということではないんですけれども、まあ、少しあのそういうそごについて、今後やっぱりより丁寧に説明をしていくというようなことが、姿勢として必要ではないかと。 いうようなことについては、ぜひお伝えをしておきたいというふうに思いますし、それが先ほど言ったように、あの国会での審議というのが、一体どうなっているのさというような疑念や疑問を抱くことにもつながっている、あるいは国会の答弁ってそんなに軽いものなのというような国民の皆さんの受け,も受け止めにもつながっている、そのことも重ねて指摘をしておきたいというふうに思います。 次に、更新事業、更新以外の追加事業の関係、今、回答いただいた部分でございますし、えっと、事業費の大きいものとして、NEXCO においては7600億円を東京外環道の新,規新設事業に充当したというのが、これ、本会議の答弁の中で。 ご発信いただいた、ご答弁いただいたものでございますで、総額を見てみますと、全国路線網の場合は、最新の協定に基づく高速道路機構の債務引き受け額ベースでは、更新事業が4兆6600億円、そして追加事業が3兆2500億円。 本来の目的である更新事業と追加事業に、まあ、そこまで大きな差がないといいますかね、かなりこう近接した数字になっているというのが、この間の実態ではないかというふうに思っています、で当初の想定より、更新事業費というものはこう増加をしていっているで、更新事業はずっとあるんだけれども、追加事業のを行う財源というのは、やっぱりその中から捻出をしてきている、でここもやっぱり分かりにくいと思うんです。まず更新だろ というふうに、2014年の法改正時の議論からすると、そう受け止める方、たくさんいらっしゃると思う、でまず更新で、一定更新の目途が立っていくなかって、追加的な事業というのがなされるということなら分かるし、まあるいはそこの説明というのも十分なされる必要があるというふうに思うんですけれども、そこらへんがやっぱり分かりにくいなというふうに思っています。でそこで まあ先ほども少しお話あったところですけれども、この15年延長した追加的な料金負担分の使い方について、今、どのような議論がなされてきたのか、その経過や内容について、有識者,有識者会委員会での議論というのもありましたけれども、まあ、その内容等についても、まあ、少し具体的に教えていただければと、そして、具体の追加事業については、最終的に誰がどのような基準に基づいて、その妥当性を判断をされて決定をしてきたのか。 この点についてもお聞かせいただきたいと思います庭道路局長お答え申し上げます2014年の法改正において更新事業の財源を確保するため高速道路の料金徴収期間を15年延長いたしましたその後近畿圏の新たな高速道路料金の検討に際しまして2016年3月から国土幹線道路部会を回開催いたしまして 大阪府などの地方自治体にヒアリングなどを行ったところ、料金設定の見直し、また料金徴収期限までの料金収入の活用により、整備財源を確保すべきという意見がございました。さらにに年のの月には近畿圏の 5つの自治体、大阪府、兵庫県、大阪市、堺市、神戸市から料金徴収期限までの追加的な料金負担分については、負担の公平性を考慮し、大阪湾岸道路精神部、淀川左岸線延伸部のネットワーク整備のためにも、充当すべきという提案をいただいたところでございます。 この5点を踏まえまして、2016年の12月の国土幹線道路部会の基本方針におきまして、有識者より、受益のある世代間の公平な負担や、追加的な料金負担の軽減の観点から、新規建設の債務償還のため、料金徴収期限までの追加的な料金負担分を活用することを検討することとのご意見をいただいたところでございます。 これを踏まえまして、2017年の3月の阪神高速に関する事業許可におきまして、料金徴収期限の延長により、小中財源の一部を大阪湾岸道路精神部、淀川左岸線延伸部のネットワーク整備に活用しているところでございます。その後、2020年8月から国土幹線道路部会2回開催いたしまして、東京都などの地方公共団体からヒアリングを行ったところ、 4車線化などの整備に料金徴収期限までの料金収入を活用すべき、また建設債務の償還期間の延伸などの検討が必要というご意見がございました、このご提案を踏まえまして、2020年9月の国土感染道路部会の中間取りまとめにおきまして、受益のある世代間の公平な負担、また追加的な料金負担の軽減の観点から、 料金徴収期限までの追加的な料金負担分を限定的に活用することを検討すべきであるとの意見をいただいているところでございます。これらを踏まえまして、受益のある世代間の,公平の負担の公平性、また追加的な料金負担の軽減の観点で、まあ、合理的であると考えられることから、2020年10月のネクスコにおける事業許可などにおきまして、料金徴収 期限の延長によ,るより生じる期限、財源を更新に優先して充当した上えで、その一部を四車線化事業、また東京外環事業の事業費増などに活用しているところでございますさまざまな自治体からの要請がある意見がある、おそらくそれぞれの自治体、まあ、まあおっしゃっていただいたような事実だけではなくてです、ね、いろんな自治体がいろんなお気持ちを持っていらっしゃる、要請を持っていらっしゃる。 でそれがこう、うん、寄せられてきて、先ほども言いましたけれども、多くの要請がある中で、どのような基準でその要請についての、まあ、合理的な判断といいますか、妥当性の判断といいますか、そこをこう決定をしていくのかというようなことについてもです、ね、やはりあの国民の皆さんからなかなか見えにくいということになっている、しかも決定以降も、そのことについてのこう追加的な説明がなかなかなされない、あるいは聞く機会がないというようなこともある。 ぜひあの、そういう,こう見えにくい事業になっていること、あるいはどう使われているのかが分かりにくいということについても、ぜひ声として受け止めていただいて、えー、合理的、妥当的、妥当性というようなことを十分に、えー、踏まえた上でです、ね、説明責任をどう果たしていくのかという,ようなことについてもご検討いただければというふうに思います。すみません、ちょっと時間の関係で一問飛ばさせていただきまして、えっと、更新進化の関係で、 順次、繰り延べ可能になっているよねという点について、少しお話をさせていただきたいというふうに思います。先ほど来、国土幹線道路部会のお話をいただいているところでございますけれども、料金徴収の期間について、債務返済計画を策定をした上で、その期間において料金徴収を継続することについての検討も必要だと。 というようなことが発信を、まあ、委員会の中で発信をされている。で、この点法案では、まあ、更新審議会から新たな事業を協定に追加する場合には、 当該協定の締結変更の時点で既存債務に新たな事業の債務を加えたものを、当該協定の締結変更の日から50年以内に設定する貸付期間内に償還することとなっている、その期間が2115年9月30日で、本会議でもこの点、ご質問をさせていただいて、順次、期間の繰り延べができるというのは、現行よりもかなり緩いのではないかと。 いいうようよなことををお尋ねをさせてたただきました期間内であれば、順次繰り延べ可能ということになれば、まあ、事業規模というのがこう膨らますということが容易にできるんじゃないか、そしてそれは全体的なコスト増にもつながっていくことになるんではないか、さらには当初の事業計画や償還計画、そしてその妥当性の判断というものについても、意味がこう希薄化をするではないか。 いいうようよな疑疑問や疑念を持っていますそして何より、14年法改正時の付帯決議、特定更新等控除を追加する場合には、コスト削減に努めるとともに、大規模修繕についてはその内容を精査し、安易な将来世代への負担の削りをしないようにすること、あるいは高速道路の利用の実態の把握に努め、その債務償還状況に応じて、償還の繰り上げに努めること、このような内容と大きく異なるんではないかと。 というふうにも捉えているところでございますけれども、この点についてご見解、お聞かせいただきたいと思います斉藤国土交通大臣、はい、あの前回、平成26年の法改正では、料金徴収期限を15年延長をいたしました、その際、参議院におきまして、安易な将来世代への負担を先送りしないようにすること、債務償還状況に応じて償還の繰り上げに努めることなどの付帯決議が付されたところでございます。その後開始した 法定点検におきまして、まあ、新技術も活用しつつ、より詳細な点検を行ったことで、まあ、新たに更新が必要な箇所が判明をいたしました。まあ、この更新需要などに必要な財源確保策におき、ま、つ,つきましては、有識者により構成される国土幹線道路部会において議論され、令和3年8月に中間答申を取りまとめていただいたところでございます。まあ、この中間答申を踏まえ 具体の財源確保策を検討し、更新により、将来世代も受益することなどを踏まえ、料金徴収期間の延長によって、財源を確保することが適切と判断した上で、改めて今般の改正法案を今国会に提出し、ご審議いただいているところでございます。このようなことから、安易に将来世代への負担の先送りや、債務返済時期を延長するものではないと、このように認識しております。 安易かどうかということについては、まあ、これからの妥当性、納得性というところが国民の皆さんにどう受け止められるかということにも関わってくるだろうというふうに思いますんで、今の回答で私はな。 特はできないんですけれども、えー、ということをお伝えをしておきたいというふうに思います。ちょっと時間がなくなってまいりましたんで、えっと、次にですね、進化事業についてお尋ねをしたいというふうに思います。これまでの今日のご質疑の中でも、進化事業について、例えば中間投資においては、今後、集中的に取り組み続する施策として、暫定二車線区間の4車線か、耐震補強、EV 充電器、水素ステーションの設置、 環状道路のネットワーク機能の強化などなど、進化事業の例示がされているで、これって性質が異なるんですよね、更新事業って危ないところからやっていくっていう優先順位がつきやすいと思うんですけれども、進化事業と性質が異なるんで、どの事業を優先していくのかということについて、判断するのが難しいと思うんです。で、客観的、あるいは透明性のある事業評価というものの仕組み、あるいは検証可能な費用対効果等の判断基準。 あるいは第三者チェックであるとか、国民の声を聞くプロセス、この関係について、いわゆる納得性の高い優先順位の決定のあり方について、今段階、どうお考えか、お聞かせください。斉藤国土交通大臣。新、はい、化事業の優先のつけ方、透明化ということで、大変大事な点だと思います。まあ、これまで高速道路の4車線間に着手する際には、渋滞状況などの客観的な事実や指標をもとに、 有識者委員会で必要性や優先順位についてご審議いただくとともにま追加事業を含む事業許可の情報を高速道路会社のホームページで公表してまいりましたまた高速道路会社では窓口への問い合わせやアンケートなどによって高速道路利用者などの意見を把握しそれを踏まえ 逆走対策ななど必要な機能強化を行っていいるところでございます今後、4車線化などの進化事業を追加する際には、これまでと同様に高速道路会社と連携して、客観性や透明性を確保するものと考えておりまして、事業許可時においても、追加される事業の内容が適切なものかどうか、個別事業ごとに確認してまいりたいと、このように思っております。 繰り返しになりますけれども、やっぱり客観性、透明性。 妥当性ということがしっかり判断できるような仕組みの構築に向けて引き続きご努力をいただきたいというふうに思います、えー、時間がありませんので最後の質問に移らさせていただきます、えー、これまでのやりとりの中でも私委員や森屋委員とのやりとりの中でも無料開放の関係についてのお尋ねがございましたで、私ももうこの無料開放という考え方について、えー 改めて根本的な、あるいは抜本的な議論、整理が必要ではないかというふうに考えているところでございます。これも先ほど来、ご紹介があっていますが、23日の参考人質疑の中では、慶愛大学根本教授の方から、2035年から2115年までの間、年間800億円ぐらいの更新需要更新費用が必要ではないかというようなお話がされました。国土感染部会、道路部会の中間答申では、 将来、高速道路は無料になるという説明に不信感が高まっている、これ、森谷委員もご指摘いただきましたけれども、そのような指摘がなされている、さらには債務完済後も維持管理等について必要な費用については、引き続き利用者負担を基本とすることを明確にすべき、このような指摘もある、これ、永久有料化を示唆したものというふうに、私自身は読み取りました。この点についてて改めて 大臣としてのお受け止めというものをお聞きをしたい、そして今後、この課題について、先ほどもご答弁をいただいたところでございますけれども、行うとすれば、どのように、いつまでにこの検討をお勧めになるつもりなのか、今、お考えがあればお聞かせをいただきたい、そして最後に、利用者負担の考え方、もう利用者負担の抑制というのはやっぱり観点必要だと思います。そのの点ににつついいいいててておお考えについても併せせ聞かをただければと思います斉藤国土交通大臣 あの先ほど、森谷委員のご質問にもお答えいたしましたあの、いろいろなこの道路の負担のあり方については考え方があろうかと思います。あの今回の法案はあの、私も議論いたしましたけれども、国土交通大臣として私、決断し、これまでの枠組み、すなわち建設時のコストを有料で、 債務を完済した後には、道路の原則に従って無料公開にすると、こういう原則に立った法案、そしてその進化、進化ではない、更新等について、必要なものについては、その必要な額を明確にして、そのこれだけの額が必要だから、ここまで料金を徴収させてくださいということを明確にして、 コストと負担のバランスをとって行うそして原則は天下の行動を無料という原則を保ちながらやるということにさせていただいたわけでございますがであの先ほども答弁いたしましたけれどもいろいろな考え方がございますあの五年後にこの法案の見直しをすることになっておりましてそれに向けて有識者会議とまた幅広く国民の皆様と あのしっかり議論をしながら、えー、今後の高速道路料金のあり方についてあの議論をして、えー、まいりたいとこのように思っております。尾木誠君。えっとまあ更新審議についてはこれからも必要だということであればどっかで費用捻出をしていかなければならないということだと思います。えその意味でまあ先の大臣にその責任を判断を送るのではなくてぜひあの斉藤大臣の前向きな姿勢とおこの法案の 体制と合わせてその議論に踏み込んでいくというような構えや姿勢をお見せいただければと思いますのでそのことを申し上えて質問を終わらさせていただきますありがとうございました午後1時に再開することとし休憩いたします